昔の世界選手権の動画を見ながら振り付けを思い出し、本当にあれから一切踊ってなかったんで、マスクつけて試合出るの初めてなんですけど、そうですね、体力持つかな。何年ぶりですか？3、4年ぶりですよ、ね、4年ぶりですよ、ね、ぐらいですよ。金太郎と出るの、金太郎さんと本当にこう競技で出るのってもっとじゃない、もっとか、2018年の世界選手権以来なんだから、今2023年だから、まあ4年半ぐらい、やばちょっと臨機応変にやりたいと思います。あ、来ました。おはようございます。おはようございます。見てください、これ見て。なんかあれっぽいですね、後輩のドレス買い取った、これが良くて、デザインを真似させてもらった元のやつです。これ見て、うわめっちゃいいと思って、後輩に大阪まで行って頼むからこのデザイン私も使わせてほしいって言って、同じデザインこっちが原型なんですか？こっちが元です。こっちがオリジナルなんですか？こっちがオリジナル、こっちがオリジナルです。あっちがパクリなんですね。宣伝、あっちがパクリって、後輩の友達のドレス屋さん、よろしくお願いします。こっちが元です。皆さんスポンサーになってくれる。実はこっちが元でした。で、後輩が売っちゃうって言うんで、いやいやちょっと買わせてほしいって言って売っちゃう。買っといてよかったですね。5000円でなんか、え、買ったの？通販で売ってたんで、すげえ、すごくないですか？5000円で売ってました。え、5000円にも見えないですよね。高見えする。1万5000円ぐらいには見えます。え、見える見える、5000円には見えない。格安の、今日は5000円からスタート。悪くないですよ。全国のドレスメーカーの皆さん、ぜひ宣伝します。我こそはっていう人いたら、こういうとこにつける、お願いします。ぜひともお声掛けください。あ、大丈夫です、はい、ありがとうございます。はい、あ、縁起のいい番号、ゴーゴーフライングゲット、ゴー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 フライングゲット。松井だ、ちょっと真似したいわ。懐かしいやつ、松井のモノマネ。こちらです、15番。 JDC の試合初めてですね。3号太りで、全然2人目産んだら戻らなくて、体型がびっくりするぐらい不思議だな。戻るのは一瞬なんだよな。減らすのあんなに苦労するのに。JDC AL B 級ラテン1ラテンのご覧だと思います。
勝利となっております。それでは参りましょう。2種目目、ルンバ。ジャッジナンバー5番。